サンタリが協力してくれていたら、タナローは犠牲に見合うと評議会を説得できた。もう彼女はいない。レイビスもオーダーは消え、私は自由だ。お前は自由じゃない、孤独だ。真の敵は別にいるのに、お前らは何をしてる。なぜ帝国のクズどもをこの銀河系にのさばらせておけるのだ。どれだけ生き延びようが、お前はただの負け犬だ。俺たちは負けてない、まだな。過去に囚われているのはどちらだ。深淵の中では帝国も手は出せない。このレイダーどもはテンプルで訓練を受けた部下が率いる精鋭軍団に鍛え上げる。そして時が来たら、この銀河を炎で浄化するのだ。皇帝は一人で十分だ。コンパスをよこせ。ずいぶん強気だな。父親でいるには強くないと。お前は娘の明るい将来の邪魔になる。よこさなければここで倒す。なんとつまらない夢だ。もういい。タナローが呼んでいる。後ろを任せろ、カル。弱い。倒してやる。まだ過去に囚われているか。死ぬと悟る気分はどうだ。人生に意味がなかった無駄だ。隠れることはできない。ああ、そうだ、感じるぞ。
喪失、苦しみ、恥、怒り、こうした感情には無限の力がある。お前は弱い、もはや手遅れだ。シャトルが出ます。私は行きます。哀れな、道から外れてしまった。あなたはジェダイではない。貴様、貴様、うん、現実だと言ってくれ。何だった？恐怖から来るフォースの幻覚だ。奴のを利用した。まあそれほどでもない。なんとか無事だ。リディ、いい知らせは？ダガンのやつはお前はまだ。いやなあボードン、タナローは堅固だ。隠された道もいる。味方を集めて鍛える、バレないはずだ。正直危険そうだがな。帝国の奴らがいる限り何もかも危険だ。それに肩と隠れて暮らすのは嫌だろ。娘が安全ならば。ああ、かけよう。よし、大丈夫だ、やってみよう。誰かが帝国に立ち向かわなければ、いずれは。マスターが直さる。ジェダイ戻ろう。ああ、辺りを探そう。もしかしたらマニュアルがあるかもな。そうだな。ああ、相棒、助かったぞ。じゃあ行こうか。